こんにちは。ありがとうピカピカ。あ、ブログ見た？皆さんブログ、今日ブログの日なのでぜひ見てください。今みゆちゃんの配信覗いたらバンザイミーナス歌ってた。研究だね。ありがとうピカピカ。ありがとうポップコーン。今日はいつもとちょっと違うところがあります。まあリップなんですけど、やっぱピンクの方がいいかもね。リップ思わない？今日はなんかちょっと秋っぽくない？メイクがちょっと秋っぽいんですけど、メイクがなんかピンクのリップの方がいいかもしれない。ハートありがとう、たくさんピカピカありがとうございます。答え早危険級だね。ピカピカありがとうございます。こんにちは。え、どっちがいいと思う？リップ。かわいい、ありがとうピカピカありがとうございます。ハートもありがとう。ポンプありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとう、たくさんギフト。なんかピンクリップの方がよくない？ハートありがとうございます。いつも見れなくてごめん。全然見れる時に来てね。こんばんは、頑張ってください。ありがとう、タコありがとうございます。え、アイライン今日長い？まあ長いかもしれない、ごめん。みんな短い派らしいのでちょっとすいません。今日は本当にもう10分とかでメイクしたから、あのあれなんですよね、ちょっとあんまり今日はメイクがうまくいってない日なんですけど、だからちょっとアイラインが長めだったりとかしてます。ありがとうピカピカ、今日も白くて可愛いです。ありがとうございます。清楚系白、星ありがとうピカピカ、ありがとうございます。ハート23日の制服の目待ってます。ぜひ、ご視聴ありがとうございます。え、でも前よりはあの薄くなりましたよ、メイク。こんばんは。おつにじ、前髪伸びたかな。ピカピカありがとうございます。長いかもね。ちょっと今日はちょっとメイク失敗なので、大人っぽくなった、嬉しい、ありがとうございます。メイクはちょっと今日はちょっと濃いんだけど、最近は薄いです。ピカピカありがとうございます。こんばんは。星ありがとうございます。ありがとう音符も。なんか7時って感じがしない今日。まだ体感4時。前髪伸びるの早いんですよね結構。星ありがとうございます。ピカピカありがとうございます。星もありがとうございます。前髪が伸びるのが早くて、でも結構この前の時に短く切っちゃったんですよ、 眉毛上くらいまで。
眉毛と同じくらいか。だから結構の間切らないで済んでたんですけど、ちょっと最近また切らないといけなくなっちゃった。日が長くなって嬉しいです。なんか安心して外で歩ける、暗くないから。ハートありがとうございます。最近暑い。今日は全然めちゃくちゃ暖かくて、パーカー着て出かけてたんですけど、パーカー着てても着なくてよかったなくらい。ハートありがとうございます。マジか。でもなんか朝早起きした時ってさ、暗くあってほしいんだよね、うちの場合。だるまありがとう、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ハートありがとう、たくさん。だるまもありがとうございます。危険級だね。昨日はハーフスインしてたのか。今日はめちゃくちゃ何もしてなくてちょっとあれだけど。ありがとうございます。ハート、長野の道の駅で食べたもつ煮が美味しすぎました。いいね、嬉しい。長野県が出てきて、ここみちゃんの早起き。もうなんか最近は8時に起きたらまだ早い気もする。みゆちゃん16歳じゃん。じゃあ今日みゆちゃんさ、22時まで配信できるってこと？今日からみゆちゃん、そういうこと？外明るいんだ。27度やばい。初判断の日にち間違ってた？うちめっちゃ見直したんだけど、間違ってた。ハートありがとうございます。さっきはバンザイビーナス歌ってたけど、今はインスピレーション。嘘、うちさめっちゃ見直したんだけど、5回ぐらいカレンダーまで見て、で何回か書き直してたんだけど、そこで間違えちゃってたのかな。何回も書き直してる時に、すみません。まあ絶対それだ。制服のめこいも初アンダーも4月12日。もう絶対それだ。すいません、なんか、あのね、なんか間違えて書き直してたんですよ。多分そこで頭バグって4月12日って書いちゃったんだ。すみません。前髪巻いてないよ。ハートありがとう、星ありがとうございます。なんか前髪巻くやつができなくて、もうストレートなんです。応援してる、ありがとう。ハートありがとうございます。星ありがとうございます。可愛いな、ありがとうございます。今日なんか個人的に嫌な日、顔が。ハートありがとうございます。研究だね、最高だな。そんな間違いするなんて。最悪ですね。今帰宅しました。おかえり、おつにじです。みんな今日何してた？本当にさ、うち今体感16時なんだけど、外まだ明るい？みんなそんなことない。連れてかわいい、ありがとうございます。感動です。オムライスいいね。オムライス食べたいね。感動、ありがとう、かわいいよって。おつにじ、
コーミンのこと考えながら仕事してました。おつにじです。やっと暗くなったんだ。悲しい、暗くならないでほしい。飲食業なんだ。おつにじです。お疲れ様です。超ピリ危険級だね。遊びに来てありがとう。おつにじです。髪の毛かな、リップの気がしてきた。今から夜勤頑張ってください。頑張ってね。初見じゃないです。ピカピカありがとうございます。おつにじ、健康第一です。健康第一。え、12希望団出ましたね。皆さんのもとにココミンが出ますように。出てほしいです。ハートありがとう。ドス。麻婆豆腐いいな。うち今日何食べたっけ。え、めっちゃ美味しいやつ食べました。でも今日、今週は会議ミーティング週間です。おつにじ頑張ってください。私も頑張ってます。今日は美味しいやつ食べたんですけど名前が忘れちゃった。ココミンウォーターぜひ、ココミンウォーター出るまでぜひ、出るまでぜひ。おつにじこんばんは。なんかすごくない？頑張ってます。ピーカーピーカーありがとうございます。ココミンウォーター健康第一で作られてるのでぜひ飲んでください。確かに確かに確かに。ピカピカありがとうございます。あれなのかな、研究生枠ってこと、でも12期枠ってこと。うち固い水めっちゃ嫌いで、固い水嫌なんですよね。もう全部全員一緒に。ハートありがとうございます。先輩のもランダム箱買いできます。すごそう、軟水大好き。ピーカーピーカーありがとうございます。アイスありがとう。アイス食べたい季節ですね。もう硬い水ってなんて読むのこれ。硬い水が硬水があんまりなんですよ。お疲れありがとう。硬水がめっちゃ嫌いで、なんか硬いよね本当に。ありがとう。ポップコーン、これが青春な恋、星ありがとうございます。え、美容にいいんだ。じゃあそれは飲みたいな。自分も軟水だよね。もう軟水しかですね。今日も可愛い、ありがとうございます。今日なんかこっちのまつげめっちゃいい感じなんだよね。
うちの香りいい匂いしますよ香水。おつにじこんばんこごみん、花束ありがとうございます。これが青春だ恋なんだ。軟水だった。え、長野県水めっちゃ美味しいです。やーばすって感じです。ハートありがとうございます。ブログ読んでありがとう。やばいよね、なんかブログ書くたびにもう1週間みたいな、もうブログの日みたいな感じですね常に。あ、ありがとう。美獣医者まつげ、そうだった、今日まつげがいい感じですね。そばも良き、わさびも良き。コミンウォーターのもと、健康になります。ハートありがとう。新潟なんだね、新潟なんだって感じだよね本当に。可愛い、ありがとうございます。わさびでいきます。友達にココミの締めた短すぎるありがとう、嬉しい。そんなありがとうございます。友達も二人ともこんばんは。やっぱさ、リップ変えるだけで雰囲気変わるくない？まあ、たまにはこれもありですかね。スイカの名産地って言ったよね。友達ができた、スイカの名産地。長野県民はみんな登山が得意そう。めっちゃ偏見じゃん、めっちゃ偏見じゃん。こんばんは、ありがとう。ありですよね、たまにはこれも。長野は水めっちゃ綺麗。ありがとうポップコーン、応援してる、ありがとうございます。ハートありがとうございます。わさびありがとう友達ができた、スイカの名産地。はい、めっちゃ似合ってるよ、ありがとう。塗り方の癖やばい。スイカの名産地。このリップは昔ずっと使ってたんですけど、最近はずっと使ってなかったけど、今日はこれにしました。気分を変えて。スイカの目指し、懐かしい。ピカピカありがとうございます。小判ありがとう。スイカの名産地なんだけどさ、小1の時の音楽会でこれ披露したんだよね。ハタありがとう。そう、それ披露したんですよね。え、なんかもう授業中眠くなんなくて最近。星ありがとうございます。信州味噌え、初めて聞いた、その曲。高校生になって、なんか実感が湧かない、全然高校って感じがしなくて。でもなんか単位を取るとかが大変だなって思いますね、やっぱり高校は。
初めて聞いたこれ。友達ができた、え、長野県だけとかじゃないよね。スイカの名産地っていう曲があるんですけど、スイカの名産地の曲好きなんですよね。スイカの名産地素敵な、え、知らない？初めて聞いた。 JK です。もう JK になったので学力悪いです本当に。そう、テストとかね本当にヤーバス。次の役の目、え、待ってますよ、楽しみに。スイカの名産地素敵な、スイカの名産地知らない？誰もありがとうございます、たくさん。スイカの名産地、イヤーバスって言い方、イヤーバス。神戸にも弱点があってありますよ、めちゃくちゃ。スイカの名産地、友達ができた、4月21日当たりますように。コミから1回だけ名刺もらったことある？ありがとう。2回目かな、会うの。じゃあもしかしたら今日ツーショット撮影券を買います。ありがとうございます、ありがとう、楽しみに待ってます。綺麗な、なんか、そう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 、それそれそれですよ。友達ができた、え、友達できたんですよ。友達かわかんないけど友達らしき人ができました。ジニキで頭いいのはさやちゃんですね。いや、さやちゃんもいいけど、はななも良さそうだな。ミヤビームとかココハとか。23日も制服の目に着せていただくことが決まりましたので、ぜひ待ってます。シナノの国、え、あれ全部歌えない。シナノの国は、え、もうわかんない。シナノの国は、え、テンポわかんないよ。ちゃん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 なんか話しかけられただけっていう。リップ消えたんだけど、またこの短時間で。一番勉強が苦手な12期絶対にうち。そんな覚えてくる、すごっ、ありがとうね。解禁賞継続ありがとうございます、嬉しい。確かに、え、高校ってそうだよね。だって自分の頭に合ったところに行くもんね、みんな。クク余裕、マジでクク、はマジでいけます。かわいい、ありがとう。 K2 のアンコール衣装かわいい。国民ウォーターぜひゲドって健康第一で飲んでください。
好きな教科は国語か道徳です。九九は余裕ですね。やっぱりテストがあったので、九九の暗記テストが。でもうちマキコさんの水持ってるけど、あの飲んでないですね。星ありがとうございます。星ありがとうございます。だるまも道徳大好きで、もう道徳の授業大好きでした。こんばんは。え、待って、やばい、アンさんからまたチョコ食べてない。イヤーバス、これが本当の、え、これが本当のイヤーバスです。今リップなくしたとか言ってたじゃん、うち今一人で。え、このなんかスマホスタンドにちょっと隙間があるんだけど、物が置けそうな隙間があるんだけど、そこに置いてた。いや、七の段余裕です。七一が七、七二十四、七三二十一、七四二十八、七五三十五、七六四十二、七七四十九、七八五十六、七九六十三。ハートありがとう。ピカピカありがとうございます。チョコ食べてないの、やばい、どうしよう。その水でご飯炊くの、やばい。あのマジで、あのいけるんですよね、掛け算だけ。ハートありがとう。ピカピカありがとうございます。八の段、星ありがとうございます。八一が八、八二十六、八三二十四、八五四十、八六四十二、ん？八六四十八？ん？四十八、八七五十六、八九七十二。なんか飛ばした？なんか飛ばした今。ありがとう星。飛ばしてない？え、飛ばしたなんか今。あ、8時32、8歩64。飛びすぎてない？ちょっと84を忘れてました。8時32ですね。8歩64。じゃんじゃん。あ、頑張った、ありがとう。ありがとうございます。いや、いけてます。でもうちも一番言えなかったの七の段だったんですよ。あの七の段はテスト一番最後まで残ってました。こんばんは。七の段は無理だよね。二の段からテスト、一の段はなしで、二の段を次合格した。あとは五の段も簡単だった。五の段大好き、言いやすい。五一が五、五二十五、三十五、五四二十五、五二十五、五六三十五、七三十五、五八十五、九十五。五の段大好き。え、五が一番簡単説あるよ。六の段も普通。六の段は普通かな。え、そう、パラパラめくるやつが渡されるんだよね。懐かしいね。なんかさ、算数ランドみたいなってね。5月の幕張、会いに行ってもいいですか？ぜひ。待ってます。とても。会いに待ってます。おつにじは通常と会話。反袖セーラー服とか、
合格キスとか、あとなんだっけ、巫女とか、ボノダンドとココミンでお願いします。チャイナへそ出し、チャイナへそ出し、ありがとう。ポップコーン、虹の服、虹ワンピ、ありがとう。レインボースターですね、これ。じゃん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 。ユーニャンセーラームーンやるとか言ってた気がしないけど、どうだったっけ。虹ワンピ激カワなので、ぜひ今度長野県に行くから、ぜひセーラームーンはユアニャンですよ、勘違いをしないでください。今度長野県に行くからぜひ食べてたよ、ゆうグルメ。また場所教えて。何かな、え、そば、そば、わさびソフト、わさびソフトクリームとか。わさびソフトはなんか食べたことがないので感想を聞きたいです。セーラームーンはユアニャンですよ、怪しいですね。好きに触ってお仕置き、セーラームーン懐かしい。セーラームーンの実写版が大好きでめちゃくちゃ見てました、 CD を借りて。なんかさ、あれわさびソフトだっけ、なんか狩野英孝さんのさ、めっちゃ面白いやつあったよね。え、そう、長野県のわさびソフトは全く辛くないんだよ、なんかちょっとわさびの風味がするくらいらしいけど、あのガチのわさびソフトは危険なので。3日まで用意してあったらユアニャン尊敬する、それはめっちゃ尊敬するよね、それはね。あ、そう、ミキさん、伊藤ミキさんが載せてくれましたストーリー、ありがとうございます、嬉しかった。もうすぐ2分とかで見ました、うちあのストーリー。長野は旅行で3回くらい。どうだった長野。そう、北川景子さんとかわざとですか。わさびソフトってどこにあるっけ、なんか紹介したことあるんだよね、学校の授業で。ガノメコさんの見たことある、わさび農場だよね、あるの、わさびソフトだよね、わさび農場ですよ。おつにち以外の推しは何人まで OK ですか。結婚してありがとう。だよね、わさび農場ですよ。5月1日と12日のちょっと参加出演会参加券確保して、ありがとう、嬉しい、待ってます。わさびソフト、サービスエリアにもあるんだ。原曲何人かわか、213じゃないから、213じゃないから、213じゃないからね、213じゃないですよ。わさび農場行ったらココミンいる可能性はなきにしもあらず。金曜日の制服のめ込み楽しかったです、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます。
え、待ってさ、めっちゃさ、ゆわにゃんとココハから話聞くんだけど。え、マジで、マジでマジでマジでみたいな。え、マジでなんかココハとゆわだからみたいなことめっちゃ言われた。めっちゃ話聞く2人から。めっちゃに話聞くよ。山賊焼きありますね。筋肉痛ちょっとありますけどセーフ。わさび大好き。めずら、めずらですね。231は追い切れない。ちょっとその人の活動もね、毎日ライブとかあっちゃいそうだよね。ゴゴミ唯一無二のため直ししか勝たんと自分は思ってます。ありがとうございます。ありがとう。おつにじ、まあ推しが多い方が絶対に楽しいと思います。任天堂スイッチは持ってますけど、スプラトゥーンぐらいしかしたことないです。メズラです。メズラトレルフィニジさん、え、ぜひ待ってますよ。とても今日なんかさ、ストレート巻き髪に見えるよね。メズラ、メズラ、ココミンは服装師がいる人は大丈夫な人ですよ。大丈夫です。それはやっぱりあのタモシの方の方がたくさんとても嬉しいですけど、本当にでもたくさん推しがいてもいいと思います。推せるときに推しましょう。なのでミンミンココミンでは珍しい楽しいです。ありがとうございます。ガチ楽しい、ありがとう。嬉しい、ここ見せてもめっちゃ楽しいって、ありがとうございます。推しと好きの違いは何か、難しいよねそれ。結構難しい。でも楽しいだと嬉しい。ピカピカありがとうございます。半分はここ見楽しいの時間ありがとうございます。ハートありがとう。時間がない公演のアンダーめっちゃ良かった。ありがとうございます。嬉しいです。うつにじ、まあ、それはたもしがとても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 ってくらい嬉しいんですけど、たもしじゃなくても嬉しい。とても。こんばんは。こんばんはです。推しと好きってむずいね。むずいね、確かに。4人、握手会とか来てくれたらそれだけで嬉しいですよ。とても嬉しいですね。推しも好きの差って、え、違うよね。それは思います。コミン撮影初よろしく。あ、待ってるよ。ありがとう。待ってます。楽しみに。ふわちゃん、ココハちゃん、変な子、なんか本当にめちゃくちゃ面白かったんだよね。なんかあの二人のなんかそのあなたの話をしてたんですけど、なんか面白かったんですよ。そのココハとユアだからみたいな、カキルナとココミンには関係ないからみたいな感じでめっちゃ面白くて、ね、ココハとユアだからねみたいな感じでめっちゃ面白かったよ。とても面白かったです。
私的に推しはモーメン登録したり、それはそうだよね。配信にさ来れるときは見に行くとかさ、モバメ見るとか、プロフィールに名前書くとかさ、そういうのもあるじゃん、いろいろ。あ、グッズ買うのとかも絶対そうだよね。でもその楽しんでくれた嬉しい、をしっかり伝えないとみんな増やしちゃうもん。正直だね、めっちゃ正直です。ほんと久しぶり、ありがとう、嬉しい。全体曲で振る、ユニット曲で振る、なるほどね。マジでめっちゃ取り合いマウントする、マジで。本当に、まあ、面白いけどね、すごい。あのファンの人の紹介とかするから、自分のことのように。まあ、それぞれ押し方があるからね。全体曲で3人分、ここみよしありがとう、だるまありがとうございます。ここみが大人、大人じゃないですね、まだ全然。モバメ、うちのモバメ撮ってくれてる人、撮ってるよ、ありがとう。はーい、はーい、はーい、撮ってます、はーい、の、はーい。そうなんだ、小声の、のがたくさん、はーい、急にご人さん、はーい。なんかさ、意外と撮っててびっくりするんだけど、もうめ初めて撮った、ありがとう、うれですね、それはうれ、やさうれ、嬉しい。意外とさ、みんな撮ってくれててびっくりしてます、びっくり、ありがとうございます。びっくり、本当に。そんな撮ってるんだってぐらい、お試しで撮ってました。そう、モバメメールです、メール、モバメ返信はできなくて、全然、ぜひできるときに待ってます、皆さんの返信を。好きなファンでここに名前取ってない人いないでしょ、ぜひ皆さんモバメを取ってみてください。コミメールのおすすめポイント、写真が絶対つきます。あの3通とも、自撮りとか3通、コミメール楽しいですか。返信のハッシュタグ、みんみんココミンとか、あ、ありがとう。毎日3通送ってますよ。たまにあのバグで送られてないことはあるんですけど、1日3通送ってます。ココミンの受け取ってます、ありがとう。食べ物の話は多いです。なんか写真はめちゃくちゃ自撮りなんだけど、あのメールの内容が食べ物とかが多いんですけど、今日の夜ご飯はこれを食べたよとかがあるけど、その食べ物の内容もあのとてもママの作った手作りのやつなので、ハートありがとうございます。朝は昼間に元気持ってるよ、ありがとうございます。ね、フォルダありがとうね、写真たくさん保存。美少女ココミンの写真がついてきます、おつにじ、かわいい自撮りありがとうございます。星ありがとう。
平和なメールですね。とてもモズク酢いいね。うちメカブ食べたい今。エクコのモバメ見返したりします。めっちゃメールの返信もめちゃくちゃ見てます。みんなのスクショしたりしてます。コミ用のメールフォルダありがとう。そんな嬉しい。なんかモバメ撮ると身近に感じるよね。他のメンバーの目見たことない。でもかきれなとかは見たことある。変顔の自撮りか。なんか同期と変顔してる写真ならいいけど、その同期に OK をもらうのが長くなりそうだけど、でもちょっと絶対にブログとか X とかには載せないような、なんか同期とふざけてる写真とかは全然メールだと送ります。だからそこもポイントですね。絶対にモバ、絶対に X とかブログには載せないような写真を、なんか同期と一緒にはしゃいでる写真とかは載せます。楽しみにしててください。ありがとう。虹ありがとうございます。虹ギフト。フォローありがとうございます。昨日ぶりです。6月22日サンバ初握手会待ってます。ありがとう。待ってます。お前の返信は X ね。そうだけど全然 X も見てます。星ありがとう。かきれなめちゃくちゃ面白い。X のハッシュタグ返信めっちゃ見てます。絶対変顔しなそうなメンバー。さやちゃんの変顔はちょっと想像できなくて逆に面白い。ハロー、え、ココミ面白いですか。握手券何枚、ぜひ来たい回数来てください。待ってます。とても待ってます。え、分かる。ゆえに、なんかさ、この前さ、あのさ、かきれなとココハとうちとゆわにゃんで4人でプリクラ撮った日やったので、変顔しようって言って、プリクラでね、変顔しようって言って、なんかゆわにゃんだけ変な、なんか普通にってやってんので、なんか他の子もみんな白目して、なんかもう顔とかもやばいぐらいになってんのに、ゆわにゃんなんかこういうことやってんので、なんかみんなで撮り終わった後にね、ちょっと時間があるんだよ、その写真が見れるまで。でその時になんかみんなで、え、変顔したやばくないやばくないみたいな話してたのそしたらゆあにゃんだけさ、変顔してなくて、めっちゃみんなでえー、みたいな、めっちゃ話したけど、それすら面白くて、はい、それすら面白かったですね。ツイート気づいたらココミありがとう。本当にめっちゃ見てるよツイート。マジでね、面白かったありがとう。小判 SK 研究生って可愛い子多いです。本当にぜひたくさん見ていってください。いろんな子、コミンレーンに入ると緊張全然大丈夫だよ、しなくて。めっちゃ面白かった。今エモダの店員さんにエモダ好きなんですか、やばい、それはやばいね、それ面白い。変顔ね、 X 見てますよ今。ココミンのありがとうございます。お楽しみに、夜のお休みメール音波ありがとうございます。ツーショットちょっとおしゃべりできるっぽいです。
好みどんな変化したっけ。普通になんか白目向いてなんかでもじゃ本当に変顔本当にめっちゃ本気ありがとうピカピカ。本当に変顔本気です。そう、まあ、それすら面白かったのでイワニャンのその変顔しないっていうノリまでがオールオッケーです。ごめん自分だけ見てくださいって言わないのがすごい。今から撮ったら見る間に合います。変顔したじゃん、待って変顔したじゃん、変顔したじゃん。そういえばティーンズユニットであれさマジでやばくない、あれでさうちのことちょっと嫌いになった人いそう。まあいいんですけどね。かわいいありがとう。帰るか。そうだよね、スバカリンと速攻取ってきてありがとう、嬉しい。あれで惚れた？それはやばい。好感度上がってありがとうございます。いやあれあのね60秒間じゃん、マジでやばいやばいみたいな。最初にいろいろ話しすぎちゃってあの変顔が本当に一瞬しかできなかったの。本当に結構ギリで本当に変顔を何個かする予定だったんだけど時間がなすすぎてマジ一瞬で終わっちゃったんだけど、まあ、それはそれで面白いって言っていろんな方と話しました。で裏でも笑ってる人いたよね、面白かった。あの変顔で好きになってありがとうございます。ハートありがとう。裏にカエルさんありがとう。こちらこそこちらこそ。友達という友達はまだいないんですけど、ココミンがってインパクトあった、よかった、それは印象に残りたかったので。でもあれがちょっと一生残るのめっちゃきつくない？こんばんは。友達とかに見られたらさマジで恥ずくない？あれ中学とか一緒だった友達に。1年生になったら一応スクショあるのやばいんだけど、普通にやばいからね。こんばんは。私はコミが配信で泣いてると、コミでコミいけないでました。ありがとうございます。そんなところでまさかの1年後何してるかな、友達も理解してくれるかな、してくれたらしてくれたら嬉しい。誰もありがとうございます。いやスクショで変化はちょっとやばすですね。同期とかいたらねいいよね。でも顔もスッキリして本当にありがとうございます。久しぶりです。誰もありがとう。青緑ピーカーピーカーもありがとうございます。百人確かに意外とねみんなたくさん応援してくれてます。長野県の友達もハートありがとうございます。でもみんな今多分高校楽しんでると思うのでハートありがとう。スイカの目さんなんか小学生を思い出す。長野のお姫様ハートありがとう。
コミン写メ会で変顔してって言われたらします。ハートありがとう。いやそんな人いる？変顔せっかくのさ写メ会を変顔でお願いしますっていう人いる？逆にあえているのかな。コミン新種を代表する美人ありがとう。新種美人ですか？まあシンデレラなので。でも SNS にはちょっと上げないでくださいって言っとかないとね。え全然しますね。用意してますよ。コミ大好き、ありがとう、ありがとうございます。来てくれて。ランドセル黒。静かにも回ってるのにありがとうございます、嬉しい。かわいいココミちゃん、ぜひ拡散してください。変顔なしでお願いします。変顔は取っておいてください、自分にだけに。今度宗谷の後に新潟か長野、どっち？長野おすすめです。わさび農場にお願いします。変顔ココミだけでも大丈夫。56分、ありがとう。ポップコーン、え今後ランドセルじゃないよ。13位、パンダの方ありがとうございます、笹持ってる。12位はメイド女の子ありがとう、緑の。11位はケロッピの方ありがとうございます、ありがとう。カエル同盟。10位はオムランさんの登りを持った男の子の方ありがとうございます。9位はフユッピさんのアバターの方ありがとうございます。8位はポチャッコの方ありがとうございます。7位はムの方ありがとう、ムの方。6位は石塚さんのアバターの方ありがとうございます。5位はラスカルだっけ、タヌキありがとうございます。4位はクマの方ありがとう、キラキラクマ。3位はシナモンの方ありがとうございます。2位は初期アバターの男の子、赤の服のありがとうございます。1位はピースしてるウサギの方ありがとうございます。1位ありがとうございます。と今日来てくれた方もコメントくれた方もギフトくれた方もありがとうございます。今後ランドセルはイヤバス、もう早速イヤバスを使いこなしてます。ありがとうございました、今日来てくれた方。これはスクショタイムです。うちまだヒートテック着てんの、やばくない？ありがとうございます。今日も買いすぎてありがとうね、こちらこそ。星もありがとうございます。イエバスありがとうございます。なんか同じポーズしか最近してないけど、ポーズがないんですよ。ありがとうございました。なんか虫みたい。ありがとうございます、ハートです。これありがとうございます。メール待っててね、お休みメール。ラブ。
方か。これカタツムリです。ありがとうございます。また会いましょう。